キャムは、ハチュコウユーリンムクコブラカワモンベニヘビ属に分類されるヘビ。別名琉球ベニヘビ。日本固有種種小名、ジャポーニカスは、日本のノイ。クメジマなどに分布する、個体群を、横島が入らないことなどから、アシュ、クメジマハイ SJ たからいとする説もあった。2017年に発表された本種の形態比較、および各 d n a ミトコンドリア d n a の、 分子系統推定では、アシュ・クメジマハイは、アシュハイと形態の際も、連続的でアシュハイから2回にわたって分岐した個体群とする解析結果が得られた。そのため、アシュ・クメジマハイをアシュハイのシノニムとする説が提唱された。以下の分類は、日本波中量生類学会、レプタイルデータベースに、和名は、日本波中量生類学会に従う。 上緑紅葉樹からなる一時林や二時林、植生の発達した石灰岩の岩場などに生息する。湿潤な環境に生息するが、元足はやや乾燥した環境で見られることもある。掴まれると、尾の先端を相手に押し付ける。ブラーミニメクラヘビを食べた報告例があり、足肺は黒岩トカゲモドキやヘリグロヒメトカゲを食べた報告例もある。繁殖様式は乱生。 元アッシュは4月下旬に交尾を行い、6月下旬に1回に2から4個の卵を産んだ例がある。アッシュ肺は6月中旬から下旬に約5個の卵を産んだ例がある。森林伐採などの生息地の破壊、人為的に移入されたフイリマングースなどによる捕食により、生息数は減少している。環境省レッドリストでは分類の変更に伴い、2018年版では、 アシュクメジマハの判定が削除されている。日本では2021年の時点で、コブラカ単位で特定動物に指定されており、2019年6月には、愛顔目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。